こちらですね。これをまた作ってみたんですけど、今横向きにして作ってみたので、また見てみたいです。あ、こっちの方がずっとよく動きますね。お、すごい、フロント。サポート材をあまりつけない設定にしたんですが、どうでしょうか。あ、動いてますね。動いてる動いてる。でもちょっとこの小さいところはかなり難しいですね。これ動きました。そっか。うん。それから。このピンセットで。あ、動いてますね。これ白の樹脂の方が何が原因でこうとてもよく動くものとそうでないものが出来上がるのかあまりよく分かってないんですけど、中にどうしてもサポート材が入るものですから、難しいですね、これ。一番最後のお尻のところが中の動きが悪いです。サポート材が全然取れない。というか造形自体があんまり綺麗にいってないですね、ここね。もう際の際まで穴を開けたり、非常に細かい造形をしたので、モデリングの時点にちょっと、かなり限界に近い感じがありました。うん。面白くないですね。この辺まで口を持ってきた方が綺麗かな。うん。うん、まあ、なんとなく
出来上がったような感じがします。